はい、えー。カバーシェクローカッパ委員長です。じゃあ、この動画ではね、高市さん見ていきましょう。高市さんの、ね、相変わらずこのマスコミ、えー、まあ、テレビや界隈が、高市さんをこうね、寄ってたかって、このね、叩いたり、いじめたりをしていくんですけども。じゃあ、まず最初はこの安倍前首相が属する細沢はね、えー、高市元総務省、支持してなんかいないぞと。まあ、マスコミがなんかそんなこと言い出すんですよね。はははは。 もうあの手この手、もう何でもいいから妨害するぞみたいな、多分そこで足並み揃ってるんでしょうね。うん。えー、細田派内には前身の旧町村派を退会した高井氏に対して、えー、まあ、敬遠したとして厳しい見方が多い。えー、7日に行われた参院細田派36人の意見交換で、支持を明言したのは保守系議員の2人だけだったって言ってるんですよね。 で同派関係者は、安倍氏への忖度から高市氏支持を言い出した議員がいると明らかにする一方で、参院細田派の1人は、党を取り巻く危機的な状況を踏まえ、高市には任せられない、安倍氏の意向にみんなしらけてると漏らしたと。 高井氏は知名度が高いとは言えず、現時点では他派閥への支持も広がっていない。えー、細田派中堅はの議員は、えー、惨敗したら安倍氏に傷がつくと指摘。えー、安倍氏周辺は支援は推薦人確保にとどめることを念頭に、安倍氏が恥をかかないように着地させるしかないと語ったって言ってるんですけどもね。へー まあ一応これ時事通信の記事からだったんですけどもね。なるほど。でね、えー、次の妨害活動は、あまあこれはあの、もう一個のチャンネルの方でちょびっとだけ言いましたかね。この高市さんのほら、あの、記者会見がありましたよね。 出馬表明記者会見ここで、えーと、まあこれご覧になりましたかね。まあ、一応どうしよう。まあ、URL、うん、確認できたら載せときましょうかね。まあ多分なんか YouTube 内とかでもね、えー、高市早苗、えーえー、出馬表明記者会見とかってググればね、あの検索すると普通に映像出てくると思いますんでね。まあよかったら確認していただきたいんですけど、まだ見てないっていう方は。結構ボリュームあるんですけども、えーと、でね、えー、その中でもうほぼ、ほ もう終わるかっていう、終わり間際ですよね。うん。えっ、ー、と、なんかある、えー、報道関係者がね、えー、なんかこうね、暴れるんですよ。<laughs> えー、自民党の高市さ苗前総務省が8日午後を行った党総裁選への出馬表明記者会見で、会場にいた報道関係者が、この森,森友学園問題、 問題にしたいだけですけど、マスコミとか反日勢がね、を巡る問題について、再調査するのか、ね、話さないのか、なんか怒鳴り声をね、上げたっていう、<laughs> もうこういう人さ、ねなんかもう、あのこの記者会見に参加させるなよ。うん でもね、えー、まあ、高市さんは冷静に、えー、一人の公務員が大変追い詰められ命を絶った気の毒な事件だ。こういった改ざんが絶対に起こらない体制を作る。などと、まあ、丁寧に説明したんですよね。で、さらにこの報道関係者はね、安倍晋三前首相への忖度なのか、とかね、安倍氏の傀儡なのか、うん、怒鳴り続けたため、この別の報道関係者が、お前いい加減にしろよ、やめろよ、と静止に入る。<laughs> そんな騒ぎになってんですよ。 で、えー、確かね、1時間47、8分ぐらいから確認できると思うんで、で、高橋さんはね、それでもね、うん、丁寧にね、冷静に対応するんですよ。えー、そこまで矢尻り倒さないでくださいと、本日はどうもありがとうございましたと、ね、締めくくったんですよね、うん。せっかくのね、この記者会見がね、うん、なんかこう、変なケチつけられて、台無しですよね。 このマスゴミっていうかさ、ね、テレビ屋の連中はさ、<laughs> これどこが報道関係者だよただの反日活動家じゃねえかよ、ほんと。<laughs> どういつもこいつもだよな。でね、このあの、 えー、出馬表明記者会見で、この NHK に言及したところもあるんですよ。これはちょっとなんか、えー、と、その部分だけ、これ探すと結構大変だと思うんで、何分くらいだったかな、結構前半部分だったと思うんですけど、この部分だけちょっとピックアップしたのがあったんで、これはちょっと内容、内容じゃない、えー、と URL もしておきますんでね。えー、なんて言ったかというと、これがまたね、前置きが面白かったんですよ。NHK のカメラも入ってる中で恐縮だが、 NHK 改革を加速させるって言うんですよね。はっきりと。<laughs> ね うん。まあ、私の全てをかけて働くっていう言ったわけですからね。まあ、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 まだ、あれですよ。ね、言うのはただですからっていうレベルを超えてはいないですけども。まあ、それでもね、えー、触れもしないよりは全然いいですよね。うん。NHK 改革。これはね、あの、絶対にやっていただきたいですよね。うん。でね、えー、その加速させるの後は、こう言ったんですよ。家計負担が重くなってる受信料引き下げのために営業経費削減。 放送派削減、子、えー、会社改革、<laughs> これもろですよね、えー。特に随意契約比率改善するっていうんですよね。NHK を筆頭に、ね、このマスコミは、ね、一切これ絶対報じるわけないですよね。で、マスコミ各社がね、なぜこの高市さんについてだけ、もうとにかくね、極力隠そうとするのか。これですかね。うん、原因の一つはもう、 まあ、大きいのはやっぱこれだと思いますよ。うん。やっぱ面白くないわけですよ。<laughs> ね。だから高石さんね、えー、がもう厄介なんですよね。総裁になって総理になんかなられたら困るって言ってるわけですから。で、ということはね、もう毎日言ってますけど、だからこそ高石さんにお願いするしかないのかなってなっちゃうんですよね。 でも、まあ、マスコミのね、この高市さんへの嫌がらせ、まだまだ続くんですよ。今度は玉川さん、テレ朝ですかね。ふ <laughs> な,、まあ、なんだ、なんとなくもう想像つくんですけども、これもただのね、このレッテル張りのね、嫌がらせ以外の何者でもないんですけども、まあ、この高市さなえさんに対してね、えー、右翼だっていうね、極右だっていう、なんかそういう扱いをするんですよね。あの、テレ朝で、この番組内で、この玉川徹さんが、えー、攻めた発言とか書かれてますけど、<laughs> いや、もう発言じゃなくて暴言ですよ、暴言。 えー、テレビ朝日の玉川徹氏が、えー、8日テレビ朝日系羽鳥慎一モーニングショーで自民党総裁選に出馬する高市早苗前総、えー、元総務省を右翼扱いしたと <laughs>、えー、玉川氏は総裁選の鍵を握るのは右翼層だと断言でその上で、えー、河野大臣との、えー、バッティングを予想したと、まあ、つまり、ねえー、高市は右翼河野も右翼 右翼だみたいな。なんかそういう発言に終始してたらしいですよ。こんなんでよく務まりますね、本当 <laughs> えー、高橋さんは星の中でも右側なんですね。ああ、まあ、極左の連中から見たらね、うん、ニュートラルの人も右寄りに見えちゃうもんな、そりゃ。<laughs> で要するに、えー、右翼。<laughs> 要するに右翼なんだ。はは。 <laughs> えー、右翼層河野さんから取るっていうことだと思う河野さんも結構右翼層の支持があるんですよそれをいかに高市さんが奪うかね右翼同士のねパイの取り合いだって言ってんだって <laughs> 何言ってんだこの人、えー、自民党総裁選を右翼層の争奪戦と位置づけた玉川氏に <laughs> 突っ込み殺到だってさ <laughs> <laughs> こんなんで商売になるんだからいい商売だよね本当。<laughs> で、えー、なんだっけ。うん、で、まあなんかこのね、えーこの、この発言をきっかけにってことにされてますけどもね、この自民党総裁選を右翼層の争奪戦と位置づけた玉川氏の発言がネット上で話題になったんだ。本当に話題になったのこれ。こんなのが。<laughs> で、まあツイッターではこの高市、えー、右翼。 といったワードがトレンド入りした。これ関係ないと思うけどな。えー、ネット上でも玉川氏の攻めた発言。いや、攻めた発言じゃないよ。これもう失礼だよ。レッテルバりの暴言でしょ、こんなの。えー、高橋さなえを右翼と、すっきりしたっていうコメントもあったんだって。<laughs> ね、えー、その一方でレッテルバリになりやしないか。いや、もう完全にレッテルバリの暴言ですよね。うん。本来だったら番組を上げてね、これ謝罪しなきゃいけないあの場面じゃないのこんなこと言って。など、賛否が交錯しているってことにしてます。マスコミはね。<laughs> 相変わらず甘いなお互いに、身内に関してはね。で、そんな中、この高橋さなえさんの元旦那さん。 えー、二階派の山本拓さんですよね。えー、は、総裁選は高市早苗を支持しますなんていう発言があったりなんかして、ちょっと若干話題になってたんですよね。うん。まあ、とにかくね、もうマスコミの連中、ね、マスコミだけじゃない、もうこのコメンテーターとかね、もうテレビや界隈ね、あとまあこの野党とか、まあマスコミとか、あとはまあある国のあの人たちとか、まあとにかく反日勢が軒並みね、揃ってこの高市さんを嫌がる。 ね、もうそこまで嫌がるかっていうぐらい嫌がってるじゃないですかね全く取り扱わない日本のマスコミだったりねもうケチョンケチョンにケチョンケチョンにしたいんだけどしようがないからねツッコミツッコミ入れていきたいね絡んでこう草したいんだけどツッコめるところがこうとりあえずなんかこのね反日勢が探すんだけど見当たらないからなんかねほら昨日はね 初の女性総理を目指しておきながら中身は男性だみたいな訳の,の,のわからんね、この暴言を吐く。 だけとかね。うん。で、結局ね、えー、右翼だ。ね、高市は右翼だ。ね、河野も右翼だからね、えー、右翼の河野の右翼層をね、えー、右翼の高市が奪ってるんだ。みたいなのの、わけのわかんない話でしょ、こんなの。<laughs> ね、ほとんどお前の母ちゃんデベソ次元ですよ、こんなのが。こんなのがテレビでね、<laughs> 口利いて給料もらえるってんだから、本当にいい商売だよな。<laughs> っていうぐらいね、えー、もうマスコミがいかにこのテレビや界隈がいかにこのくだらない連中がね、くだらない嫌がらせを、この高市さんにね、全力で、うん、寄ってたかって嫌がらせをしてるかっていうのがよくわかるんで、まあこんな様子見せられちゃうと、 ねうん。いろいろ高橋さん自身にもね、なんかこう考え直してもらいたいところとかね、うん。ないわけじゃないですよ。それはね、あさっきもちょっと言った通りですけども。だけどやっぱりここまでね、うん、反日勢が嫌がるっていうんだから、ね、我々日本国民としてはやっぱり高橋さんを応援したくなりますよね。うん。 まあこの前の動画でも言いましたけど、河野さんはやっぱりちょっとね、信用できないね。うん。と、僕は個人的には思いますけどもね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。